機械の体よいしょと、はい、はい、ということで、新年とっくに明けておりますが、あ、明けましておめでとうございます。おめでとうございますね。え、本当に、今回はですね、はい、まあ昨年いろいろあのゲームメーカーさんにお世話になっておりますんで、はい、あ、もうそれはね、支えておりたいと思います。まあ、今年もよろしくお願いします、はい、という意味を込めまして、はい、なんかもらおうと、まあ新年の挨拶も兼ねてね、ちょっと遅いけども、うん、あ、いいんじゃないですか。だから2人でいろんなゲームメーカーを回りましょうという話。あ、なるほど。その持っていただいたグッズはどうするんですか。プレゼントです。あ、もうそれこそ遊ばせながらのお年玉プレゼントと。あ、これいいじゃないですか、そういう企画。今回どこ行くんですか。バラバラです。はい、別々に。今回は別々です。大丈夫かね、私。なんで。いや、それは、まあ、その失礼ないかなと思って。ゲームの知識とかあんましないし。いや、そんな大丈夫です。気持ちですか。頑張ってね、行きましょうよ。一つでも良い商品をいただいて。そうだよ、普段見てくれてる皆さんに一つでもね、恩返しできたらいいじゃないですか。じゃあ2007年、お世話になりました、うん、2008年もよろしくお願いします。こちらこそツアーでございますね。はい、行きましょう。ということで、今回の機械の体は昨年お世話になったメーカーさんに挨拶回りっていうのは表向きで、実際は独占用プレゼントをどんだけってくらいゲットするのが目的。ゲームに勝とうが負けようがそんなの関係ねって感じでプレゼントをもらいまくるのだ。おい、アメさんにプレゼントをもらうのかい、もらわないのかい、もーらう。まず柳原班がやってきたのは、まだ記憶に新しいバンダイナムコゲームス。さあ、ということでバンダイナムコさんのやってきましたけども、やっぱちょっと不安やな、一人では。言うてもやっぱりね、あんな相方でもやっぱおらんとね、不安やわ。ですよね。いや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 、あらあら、来てくれたの、キム。わっちり話に参りました、今回は。その、あっと、あ、おらか、どうも、どうも、どうも。では、よろしくお願いします。本当に、2007年は非常にお世話になりました。いや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 、今年もよろしくお願いします。はい、なんかください。やめとけ、いきなり。お前はすごいな、内容もめちゃめちゃやったら、バーもめちゃめちゃやな。いやいやいや、いやもらいに来たんだから。そうかもしれへんけど、いや、せっかくですから、このお年玉代わりとは言ってはなんですけどね、はい、なんかちょっといただいたらね、そうですね、他の視聴者にプレゼントできるかなと、はい、いうことで、ちょっと厚かましくもやってきたわけなんですけど、いかがですか、これは本当に、はい、そうですね。いや、当然何か差し上げたいんですけど。おー、さすが、ちょっと来ないな。ただまあ、なんかね、にはやっぱあげれないなっていうところがありますので、というわけでですね、はい、我々出すファミリースキーというゲームがあるんですけど、はい、これで一発ちょっと勝負していきたいな。あ、行きましょう。行きましょう。いやいや、原さんが。いやいや、原さんだけ。ガッチリいきますね。お任せください。大得意でございます。さあ、小林さんと柳原が対決するのはファミリースキー。Wii リモコンとヌンチャクをストックに見立てた直感的な操作によって、様々な難易度のコースや広大なゲレンデをスキーで滑る爽快感を満喫できます。これ大丈夫かな。柳さん、スキーの方は。スキーはね、私、ある程度できます。あ、だったらもう結構割とフィードバックみたいな感じでいけんじゃないですか。お前、俺はお前サッカーめっちゃできてもサッカー全然できへんやないか。ゲームの方は甘く見るなよ。ゲームそこですよ、そこ。そうやな、次世代ですから。なるほど、よりよりリアルにできてるね、きっとね。もうおっ、さあ、来るよ。さあ、来た。バランス、バランス取ってます。急に体重を移動すると、あ、左、左行きましたね。おー、おー、なんてリアルなんだ。うわ、すごい。ちょっと見て、説明がすごい。すごいな、もう誰かが走った跡とかあるやん。ほんまや。あ、速っ。おー、うわ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 、あ、あ、うわー、だーっ、ストックで、ストックで。すごいすごいすごい。おー、うわ
早いんじゃないですか、ひょっとして成功って言ってたよ。こういうふうにこれがそういうことか。これが多いほど勝ちである。そうですね。最初15秒ぐらいいかなきゃいけないと。マジで、今でも今の滑り無駄なかったそうですよね。始まるのこれ。始まりますよ。あ、ゴー。勝負で負けてしまいましたが、はい、このね、うん、ファミリースキー、スキーものすごい面白いです。あの臨場感、ゲレンデ、そしてしかも自由に滑ることができて、うん、1人から4人まで、うん、までね、同時に楽しめるわけですよ。しかもですよ、しかも攻防それぞれが別行動できるわけです、うん、バランスウィーボードにも対応しておりますから非常に楽しめます。もう何やったら卒業旅行で行ってくださいみたいな、これこの世界に行ってください。ファミリースキーに卒業旅行、そういい対応で写真も撮れますからね。ぜひね、ファミリースキーでみんな滑りまくってください。いかがですか大変今のアピール、いかがですか今のアピール大変良かったです。今のアピールだと、はい、さっきの負けはチャラになりませんか。はい、チャラに。あ、そうですか。はい、やったー、やりましたね。ゴリ押し作戦や、成功ですよ。せーろ。あのですね、まあ、今回ちょうどその31日ということで、ね、発売ということで、あのソフトの方ですね、あら、あのぜひプレゼントしたいと思います。ほんまですかー、はい、ありがとうございます。いや、やりましたね。というわけで、バンダイナムコゲームス様よりご覧のプレゼントをゲット。詳細は紙面をチェック。一方、平井班がまず訪れたのはこちら、カプコン。おなじみの広報山本さんに挨拶とプレゼントをねだったところ、あのせっかく来ていただいたんで、はあ、はい、ちょっとゲームでもいいんですか、やっていきませんか。もうそのために来たみたいなもんですよ、はい、僕もね、こんなね、明らかにできた感じでもあれ構えてるんで、あれはい、山本プロ、山本、おっと、いい響きですね。変えてますやん。We love golf! うお、無理ありすぎやんだ。山本さんと平井はゴルフゲームの名門キャメロットが手掛けたリアル体感ゴルフゲーム We love golf で対決。 We リモコンの特性を存分に生かしたリアルな操作で手軽に本格ゴルフが体感できます。あのマッチプレイですね、うん、3ホールのマッチプレイで、はい、2ホール選手、2ポイント選手といいますか、はあはあ、はい、2本取った方勝ちと。わかりました、ということで、はい、いきます。お、うまい。でもね、これやるとね、ちょっと足がつるんですよ。あ、うまいうまいうまい。いや、素晴らしい。ものすごいうまいですね。まっすぐですね。もう行っちゃいますよ。まっすぐですね。あ、どうぞ行ってください。よっしゃ、来いこの野郎。うん。へっこい。お、うまい。行った？これ来てますね。おお。ど真ん中じゃないですか、これ。あざっす。ああ、素晴らしい。もう行ってやる。ナイスショット。めっちゃうまいじゃないですか。どうだ。ああ、大きいんか。くそー。もう入ったらワイワサルやとか言おうかな思ってたのに。この後、山本さんもきっちりとグリーンオン。1番ホールはパッティング勝負に。難しいかも。あ、ちょっと今なんか言ったでしょ。タイミング間違えました。お、あ、ちょっと。おっとこれ。あ、いけ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 。マジで。助かった。今の邪魔が助かりました逆に。しかし山本さんも難しいパットを入れ替えし、1番ホールはドロー。
続く2番ホールも両選手のパットが冴え再びドロー。勝負は最終ホールに持ち越されました。あっどうやってかいじゃん。ドッ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 ドバックスピン忘れた。しまった。バックスピン忘れてた。余計なこと言うた俺今。うわちょっとこれはちょっとこれはよちょっとこいちゃな。手前の落として。いや手前の落として。いや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 。エクセレントクソもうちょっとで入るとこあったじゃん。結局お互い譲らずこのホールもドローということは。サドンですと対決ムードがさらに盛り上がってきた頃、柳原班は頼みすぎやお前は。これがいけるっしょ。なんちゅうテンションやねん。いやいやいや、ドンモン2つあるやんけお前。とかないと思う。なんでドンモン2つあってお前ライス頼んでんねん。あ、こいよ、ちょっと、あ、こいよ、はい、これ何がすごいかちょっと俺、え、今俺今だってな、このな、うん、プルこれ、これ何やったっけ、これユッケビビンバ、ユッケビビンバ、ユッケビビンバをおかずに、はい、おかずに白ご飯食べれるもん。でもめちゃくちゃ乗り切りじゃないですか。うまい。あんなに言ってたのに。うまい。うまいですね。なんとつや食い始めるとうまいです。うまい、ね、よかった、正解。お腹減ってた俺スキーでお腹減った。一方、サドンデスの方は両選手のセカンドショット。2ドン狙ってあるで。超えるか。打ち上げて待ってますよ、ね、これしかもう勝つ道はない。うおっしゃ。あ、どうだ。ちょっと弱いかも。うわー、超えたけどオーバーだよ。すごい分野な。これうわ、でも2オンしてんすよね。それかー、それが一番正しいか。どこだ。ボスボス、どうだ。これはやばい。もっともっと転がれ、もっと転がれ、もっと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 止まれ。うまい。よかった。わー、それでも14メーターか。かなりの距離を残した平井は無念の3パット。そして山本さんのウィニングパットです。三名様三名様やばい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 マスカイガーッしゃあ、いやーよかったよ。したかったなプレゼント。いや大丈夫っすよ。正月ですからね。おカプコンからのお年玉と。お年玉ありますか。ありまして、ウィラムゴルフ、はい、サンボムご用意してます。大丈夫、助かりますわ。それもいただきつつ、PR PR 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 していただいて、はい、はい、ということで、あの Wii リモコンがゴルフクラブになったということでございまして、出ましたね、 Wii Love Golf。 素晴らしいのはここにも出ております、フルスイングなんですね。しかもですよ、あのミーにも対応しておりまして、似顔絵チャンネルで作った自分の顔でプレイすることができるという、それが最大4人までいけるんですね。そのあたりも全くゴルフと一緒。もうゴルフやるなら We Love ゴルフ、ゴルフ行かなくても We Love ゴルフでございます。好評発売中なんで、今すぐお父さんお母さんみんな買ってください。 We Loveゴルフです。というわけで、カプコン様よりご覧のプレゼントをゲット。詳細は紙面をチェック。昼ご飯を済ませた柳原班がやってきたのはコナミ。早速広報の川上さんにプレゼントのお願いをしたところ、ポンとあげるのもなんなんで、はい、あの面白いゲームあるんで、はい、そちらの方を、はい、あの勝負、私と勝負して。なるほど、どうしてもそういう流れになるね。いやもうそこはもうだって柳原さん、うん、頑張ってください。またバッチリですよ。また汗かくのは俺か。
川上さんとの対決で使用するのはダンスダンスレボリューションホッテストパーティー。専用コントローラーで足のステップ、そして新しくリモコンとヌンチャクで手も使うので、まさに全身でダンスが楽しめます。さあ、川上さん、これ何モードになるんですか？これはバトルですね。あら、はい、バトルモードでございますよ。手も、はい、今回これで加わると。これリアルのダンスですね。あら、もう全身使わたかんよ、これは。したよ、これ。自信のほどは？えーす！川上さんは相当なダンサーだと聞いておりますよ。いえ、まあです。ほら、自信たっぷりです。せやろ？せやろ？そうですよ、これも言うとくよ、俺も自信はないです！え？はっきり。あかん、キムのツッコミが弱すぎて全然俺のボケが生きてる。Ready? Ready?キム、うるさい。そして右、上、下、下、そして、あー、邪魔、邪魔きましたよ、これ。右、右、上、下、出てました。皆さん、なんか無言なんですけど、なんか行った方がいいんじゃないですか。お、上下、来た。いや、来た。よし、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 中心がちょっと出てきてますから、中心がもうちょっと前に、そうか、そうか、そうか、もうちょっと後ろに始めてます。ちょっとずれてますよ。どうか、どうだこれ。あ、ちょっとリードしてますよ、これ。すげえ、なんかシートがずれてるんですけど。まずい、まずい、まずいっすよ、これ。なんか足にあれあるとこにないぞ、これ。すごい、なんか、ね、完全にここら辺踏んでましたからね、最後。ここ踏んでも悪いから、直せよ、上手に。あ、負けた。あー、でも危なかったですね、ちょっと。あー、ね、途中までね、くっそ。D 対 E、 レベル低っ。勝った方が D ですからね。せっかくな。あ、でもいいですよ、なんかこう、そうそうそう、面白い、これ。試合に負けて勝負に勝ったって気持ちで。ああ、お前そればっかりしてる。最近、いやー、でもね、素晴らしいゲームですよ、本当に。いや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 、このダンスダンスレボリューションコンテストパーティーですね、最も熱いパーリーだと言われているね。ダンスダンス今も絶賛発売中でございますよ。そうで、ソフト専用コントローラーがもう一緒で79%でございます、ね、やっぱ非常に素晴らしいでございましたね。あ、本当に。ほんで、まあ、あのね、同時に4人まで遊ぶことができてね、うん、これなかなかゲームセンターでは体感できない部分ですよ。4人でやりながら、大人からね、おじいちゃんおばあちゃんまでこうね、しかもこう、ね、いろいろとレベルも変えつつ、変えつつなんかもう一緒のダンサーチームをやってるかのようにね。あー、素晴らしい。うん、私たちは TRF だみたいな、ね、来ましたね、ノリで踊ったりも出るわけですよ。そしてさらに今回はね、ウィのコントローラーをつけて、今までは足だったのが手もこう使いながらね、手も動いて、ますますダンス近くなった。これは非常に面白い。さらにこうギミックもかなりたくさん入ってますから、ね、ブーランみたいなね、こうしながらも、こうやりながら戦いもできるわけですよ。ということは、お、初心者もファンも大満足というね。あ、これ素晴らしい。こんな素晴らしいソフト他にはない。大ですよ、これは。かなり面白いでね、ぜひ皆さんやっていただきたいと私思っております。よし、どうですか、高尾さん、今の我々の我々のプッシュドアどうですか。こんなもん、こちらの PR したいこと全部言ってでしょ。非常に私も、さっき聞いてて欲しくなったんで。ほんとほんと、すごいですね。すごいな、ちょっと思ったな。すごいやろ、ここまで思わせるってなかなかないよ。ないですよ、素晴らしい、さすがです。すごいでしょ、ね、あ、ということは、はい、こちらの方、あら、おっ、ほんまですか、はい、やった、やったー、ほんとだー。
え、うわこれちょっと、うわすげえ、これちょっと、これちょっとちょっとこれほらこれはちょっとすごいぞ。すげえっすね。というわけでコナミ様よりご覧のプレゼントをゲット。詳細は紙面をチェック。平井班が次にやってきたのはセガ。早速広報の橋本さんにいつものお願いをしてみると、いいタイトルが一本あります。ありますか。はい、いいじゃないですか。それやりましょうよ。やりましょうか。はい、勝負しましょう。いいですよ。どっちが勝つか勝負しましょうよ。いいですよ。じゃあ勝たなければプレゼントなしでいいですか。はい、だったら僕が PR します。お、その代わり僕が勝ったら読者用のプレゼントとこいつをください。いいでしょう。よっしゃー、嫁喜ぶぞ。広報の橋本さんと平井は大人気ソニックシリーズの最新作ソニックライダーズシューティングスターストーリーで勝負。新しいアクションやギア能力を使い過激なハイスピードバトルが繰り広げられます。じゃあ早速、そうですね、ちょっとやりますか。はい、これ横に持つんですね。横持ちですね。で傾きで曲がれたりもします。ほうほうほう。もちろん十字キーでも大丈夫なので。はい、メガロステーション。このメガロステーションは近代土地だ。やってやろうじゃん。違う。ちょっと遅れた。しょうもないことした。遅れた。ゴー。トゥイ。イエイ。1点じゃん。5位。え、7位。あ、何だった俺。あ、ガガガ。なんかアニーゴに負けてる。イエス。お、白黒、白黒。早い、早い、早い。やばいやばい。赤、なんかものすごくぶつかんねんけど。おお、わあ。イエーイ。あ、当たった。ちょうど、中央モニターに当たった。こんなんあるんですか。ありますよ。やばいやばいやばい。構造量ちゃんとしないと。え、まっすぐ行かないですね。イエイ、あ、出た、白黒バージョン。うぇー、わこれやばい。イエヘヘ、あえガス、ガーガス。危ない、危ない、危ない、また中央分みたいに。コインも取れないや。グリーン、ドゥー、イエス、ゴー。イエイ、いやー、白黒。はい、なるほど。うぅぅ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 よし。ああ俺もそれ、イエーイ。落ちたよ。うぅぅ、上行ける。上行きたい。あ、曲がるのか。うん、出た、白黒。うぅぅ、早いよ。レッツゴーゴーゴー。あかん、落ちた、あかん、落ちたから、よし、ゴール。もう出へんのか、出へんのか。あー、ゴール。ウェーイ、ナイスワイ、ナイスワイ。この通り私1位になりましたね。ああ、読者にプレゼントできてよかったな。ソニックライダーズシューティングスターストーリー、セガから好評発売中。2つの重力を使ったアクションでライバルたちを蹴落とせ。なんと4人対戦もできるぜ。やった感想率直に申し上げますと、めちゃくちゃ興奮する。体が先に動いて、なんかの興奮して僕全然ついていけませんでした。ただこの興奮がですね、
家族であったり友達もしくは彼氏彼女で盛り上がれるというのはこれ間違いないです。ただ夜中やるときはあんまり大きな声で やっちゃダメだぞ。あの俺みたいに隣の人から怒られるからね。いやーバッチリでした。バッチリでした。バッチリですよ。ありがとうございます。 あれでいいですか。いやでもちゃんとねやっていただいた感想も入ってて何なんだろうこの失笑。ソニックライダーズシューティングスターストーリー SS です、ね、S だらけでもちろんゲームもスペシャル級だ。あ、こんなんいいですね。いいですね。いいですね。というわけでセガ様よりご覧のプレゼントをゲット。詳細は紙面をチェック。次回も続くプレゼントゲットツアー、満を持してあの高橋名人が機械の体に登場。今まで見たことない名人がそこにいた。さらに最後にアメザリを待ち受ける大物とは一体誰だ。